私、青木香音は、生まれてきてから28年間、未だにマザコンを続けております。毎週実家に帰ったら、必ず母親と、いや、ママと寝ますし、毎週実家で食べるすき焼きでは、必ず第一声で、ママのすき焼きが世界一、と言ってしまいます。最近では、さらにマザコンぶりがエスカレートしてしまい、ママにはずっと綺麗でいてほしいので、ママを美容外科に連行してしまい、美容点滴やヒアルロン酸注射をさせたりと。本来のママでこそ、ママなのに、ママらしさを私のエゴで排除しようと。ママというより、姉妹と思われ、ママらしさを失わせようとしてたことに気がつき、ママはママで、ママはママらしさを失うべきではないと気づき、この度、青木香音が、マザコンを卒業します。今日は最後のマザコンをするので、今まで以上にマザコンをします。では、最後に、レジェンドマザコンの勇姿をご覧ください。ただいま。おかえり。言いにくいんだけど、実は今日でマザコン卒業しようと思ってる。え、なんで？じゃあママのすき焼きとトドンも食べなくていいの？違う、そういうことじゃない。じゃあ何よ。このマザコンのせいでママはママらしくありのままでママとしていれない気がする。ちょっと何言ってんのかわかんない。だから今日でマザコン卒業する。どう？すき焼きできたよ。わあ、ママのすき焼きは世界一。何やってんのこの子。はい、お水危ないからね。ありがとう。いただきます。どうぞ。何、今日温玉2つ入れてくれたの？うん、だって好きでしょ。いただきます。はい、どうぞ。あ、ちょっといつもで甘くしてる。だって甘いの好きでしょ。なってんね。もう一度。もうラッキー。何してんの？しゃぶり置きなさい。あんた何言ってんの？何してんのよ。落ち着きなさい。あ、うん、危ないよ。おいしい。見て、黄身がいっぱい入ってる。黄身のように素敵だよ。何それ？うん？あ、ほら、何やってるのよ。そんなこともあろうかと、ドリームミーボットエルテンプロ、この掃除機を用意していたよ。何やってんの？カーペット拭いて。あ、はいはい、わかりました。もう拭き出しじゃ早く拭いた方がいいよ。270ml の水タンクを搭載、吸引と水拭きを開始。シャキーン、シャトドンできたわよ。
こちらはママのトゥロンです。これはバナナの揚げたやつだよね。ママのトゥロンは世界2位。なんで2位なの？だってあるじゃん、ママのすき焼きが1位じゃん。あー、なるほど。でもこれが2位。残念でした。はい、これで食べて。はい、ありがとう。いただきます。うわー、音がすげえ。ほら、また落としてるじゃん。早く。大丈夫だって。だってね、これこのエレテンプロは4000パスカルの超強力吸引だから大丈夫なんだよ。そんな問題じゃないでしょ。こっち。興味を持ち始めたね。あのこれは他にもあの高精度マッピングシステムみたいなのもあって、自動で掃除する経路を作って掃除してくれたりとかするの。そしてこのエルテンプロは補充ノイズリダクションを搭載してるのでとっても静か。これならお昼寝中でも安心ですね。もうこれで思い残すことはないかな。本当にいいの？あばっくり！ちょっと、ちょっと声出してよ。で、もう卒業するって言ったんでしょ？もう。やっぱり無理。もう、どうしますか、この子。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。お願いします。そして各 SNS も画面の下にありますので、そちらもフォローをお願いします。お願いします。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。ダメダメダメ。もうこれお預け。